多いファンクです。ちょっとね、仕事忙しくてお休みしましたが、またね、頑張っていきます。恵比寿にあるね、肉汁精鋭ね、前に訪れた時の映像です。ここはね、もううまい、とてもうまいわよ。でもね、値段は高いわよ。それでね、いろいろね、食べてたんだけど、もうね、一番安いね、赤身でさえ、このね、一番右のやつね、赤身でさえね、もうパナ、使ってる肉はね、馬からね、牛、豚、鶏も使ってるんだけど、すべて美味しい。まあね、値段高いだけはね、あるね。このね、いなり寿司はね、ご飯の上にホルモンが乗ってて、でね、トリュフかなんかのね、タレかなんかがかかってるんだよ。すごくね、トリュフやフォアグラか。トリュフかフォアグラかさ、かかってるタレの味がわからないって。東京シェイクのグルメ コメントもね、まあこの程度ですよ。ごめんなさいなさ。それでね、ここのね、一番のね、名物は、名物、刺しトロです。これね、大きなお肉の真ん中にあるじゃん。このポコッとしてるやつ。これね、ご飯なんだよ。ご飯っていうか、あの握りのご飯部分。それでね、具がこんなに多いというね、あのふざけたメニューなんだけど。いや、これがまあやったらうまかったわ。さすがはね、名器と、あ、いや、間違えた。あの、名物とね、歌われるだけはありますね。それじゃあね、早速相談のコーナー行ってみたいと思います。先日彼の家に遊びに行ったら、さえさんと手書きでラベルの貼られた DVD がありました。なんとなく気になって、彼がお風呂に入ってる間に見てしまいました。シマウマのあれを女の人がひたすら舐めている海外のマニアックな内容でした。ちょうどその日が日曜の夕方で、サザエさんが入っていて、じゃんけんぽんの時にピースで彼を三菱してしまうました。シマウマとシマウマスターをかけたのね。座布団2枚です。このまま別れるべきでしょうか。彼のことは好きなのですが、なんとなくお互いギクシャクして、恋愛マスターファンクさん、助言をお願いします。ティンティン、ティンティンさん、あのね、男の人というのはね、まああのね、人にはね、見せれないね、なんかそういうね、自分だけの楽しみというものがあるんですよ。もちろんファンクもありますよ。実はね、まあ、ファンクはね、人前ではね、見せれないね、まあ、性的なことではないんだけどね、ね、世界中の人がね、幸せになってほしいとね、祈りながらね、眠りついてるんですよ、一日、ね、3時間ぐらい。祈ってますよ、ファンク。嘘こけ？いや、X ビデオ見てますよ。この間なんかね、70歳のね、おばちゃんがどうのとかって出てたのね。なんだよそれと思ってね、思わず見ちゃったよ。なんか食欲減退したわこれ。いや、あのね、男の人っていうのはね、いっぱいあるのよ。もしその彼と別れて他の人と付き合っても同じことが必ずありますから、ね、そういうところはね、蓋してあげてください。それかね、もし彼氏のことを好きなら、今度さ、ね、しましま模様のさ、なんかハイソックスかなんか履いてあげない、履いて、会ってあげなさいよ。さ、彼氏喜ぶよ。それでなんかお尻叩いてさ、ヒヒンって言うのじゃって、楽しいじゃない。ねえ。まあ、ねえ、まあ、いろいろあるよ。まあ、それぐらい見逃してあげて、ね。ファン君ちなんかもっとね、放送で言えないけどね、お下劣なのあるんだから、それに比べたらね、まだまだですよ。なんかまあ、なんて軽くね、軽く、
原住民の人ってさ、一人でさ自生しないじゃない。だから日本のね AV 女優が言ってね、そのなんていうの、原住民の人の前でね G 行為をするのね。そうするとね、この女の人何やってんだろうって周りの人が見えるんだけどそれでもね AV 女優の人はね頑張ってね、みんなからね囲まれて見られてても一人でねフィニッシュを迎えたというね、これこそね過酷な地でね生き延びるね人間のね知恵ですね。知恵というかね、まあ生命のパワーっていうのかな、ごめんなさい今聞かなかったことにしてね、だから彼氏許してあげてね。今ね、三軒茶屋のね、ツタ屋でね、曽田雅人さんのね、原画展がね、展示されてます。ツタ屋のね、店員さんにね、写真撮っていいですかったらね、どんどん撮ってくださいってね、明るいノリの人に言われてね、ガンガン撮ってきました。なんかね、この人の漫画ね、ちょっとね、見たことないんだけども、彼女にそれ話したらね、知らないのって、すごく有名な方だよっていうからね、で本当ってね、後でね、満喫行ってね、見てみた。ごめんなさい、曽田さん。今度からね、ちゃんと見ます。だってさ、今ファンクさ、大変なのよ。善悪のクズにはまっててさ、もう、単行本全部揃えようかとか今悩んじゃってるもん。いやもうほんとごめん、曽田っち。ちゃんと読むから、ね。あとね、なんかね、この、この、ハンニャの、まあ、ハンニャじゃない、これ何オカメの、能面の、この漫画何すごくなんか怪しいんだけど、すごくね、ファンクね、今、興味あります、これ。面白いのかな、知ってる人いたら教えて。シエクラブが相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ、男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。この間ね、有楽町のね、ガード下をね、いろいろ回ってきました。それでね、高架下のね、怪しいね、通路をね、どんどん通って、そのね、高架下の通路にはね、いろんなね、お店がね、ゲームセンターとか、パチ屋あったよ、パチ屋。あとね、ラーメン屋とかね、あと、パスタ屋さんとか、あと、ワインバーとか、有楽町にのガード下っていうか高架下はね、濃いね。実はね、有楽町からね、秋葉原まで続いてるんだよ、この、高架下のあの通路が。それなんでね、今日はね、有楽町からね、東京駅の手前までをね、紹介したいと思います。でね、一部ね、なんか補強工事とかされててね、なんていうの、線路とかのさ、柱あるじゃん、支えてる。その柱が、もう今、老朽化が激しくてね、で、なんていうの、オリンピックも近づいてきてさ、人がいっぱい来たとき、さ、事故あったら大変でしょ？だからね、もうね、急ピッチでね、今、補強工事が進んでるのよ。壁とかね、もう綺麗になってるところがね、いくつかあるのね。昔はもう、しょんべん臭くてすごいとこだったのよ。なんか、仕事してんのかどうかわからないような人たちがさ、カードいっぱいなんかそこで売り買いしてたりとかさ、なんか怪しいテロンカードとかこの辺で売ってる人がいっぱいいたもん。今も全然いなくなったけど、昔はひどかったのよ、こらへん。その頃に比べるとね、ものすごい勢いでね、綺麗になってるんだけど、いや、ファンク的にはね、古いままの方が味があってよかったかなと思う。もう全体的に綺麗になっちゃうんじゃない？
だからこのさレトロな感じが見れるのもオリンピック前までなんじゃないかなと思う、ファンク。もしねなんか清めたらね、この辺もあれなんかあのねウォーキングツアーかなんかやろうかしら。かなり距離ねあるからね、まあ、体力ある人しか参加できないけども、もしよかったらねこういうのもやろうかなと思っております。前にねトルコ料理にね行った時の映像です。ここねコースでね注文するとね次から次へとねもう料理が出てくる。お腹破裂しちゃう、ね、許容範囲内だってファンクのお腹だって。失礼ね、次回お楽しみに。